小前駅は東京都小前市東泉一丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O16。駅名称は自治体名小前から取られた。旧小田原急行鉄道の路線計画時にはなかったが住民の要望で設置された。このため駅の開業は路線開業より2ヶ月遅れている。小前市の中心に位置するが駅周辺は 住宅が密集していたため、大規模商業施設やバスターミナルの設置が困難であった。路線の高価事業に伴い、駅前再開発事業も行われ、駅前施設、エコルマ及び北口ロータリーが完成した。成城学園前、元区成城学園前館内に属する。狛江市内の駅は、東駅と泉玉川駅のみである。なお、北見駅は、ホームの一部が、 駒江市内となっているが、陶器場の所在地は、世田谷区となっている。降下化直前の駒江駅構内くだら国王が、高来人を日本に帰化させた地で、駒の里と呼ばれていたことを由来とした、駒江という地名から、駅舎、路線と持ち上にあった。駅舎は、下りホーム側にあり、上りホームとは、古線橋により連絡された。上りホームには、臨時改札口があった。 南口一番ホーム間に通過線を挟んだ相対式ホーム2面4線を有する高架駅である。線路、ホームは、高架上に、改札口は地上にある。複々線区間なので確定の動きにかかわらず、特急ロマンスカー、快速急行、急行などが追い越すことができる。改札口は、北見駅側に1カ所あり、北側と南側、及び、 改札正面の公共通路への出口がある。臨時改札口はない。屋根はホームの全面を覆っているが、線路部分は覆っていない。駅舎両脇の高架下を商業施設、自転車置き場として利用している。世田谷区内をほぼ直線上に進んできた路線が、玉川橋梁に合わせてカーブする途上にあるため、ホームは緩やかにカーブしている。 駅舎デザインは内側外側とも改札外は薄い茶色、ホーム会は白色が基調となっている。出入り口付近の装飾、改札外の窓枠及びホーム会の窓枠は濃い茶色で上部が半円状のデザインに統一されている。隣の泉玉川駅では淡いグリーン色、上部が三角形となっており、両駅間のデザイン上の際となっている。また、 ホーム岩屋については、北見駅などの世田谷区内の新設高架駅では、丸みを帯びたものに統一されているが、狛江市内にある狛江駅と泉玉川駅は、直線上のものに統一されている。ホーム有効庁は重量編成に対応している。2013年12月頃に、行き先案内表示機が設置された。下りの東北沢上りと上りの向こうが丘遊園東。 北沢間の急行線、観光線は原則として以下の通り使い分けられている。南口駅舎は1990年代にできたため、設備は比較的充実している。多目的トイレはオストメートに対応している。2020年度の1日平均乗降人員は36,661人であり、小田急線、全70駅中21位。 近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通り。北口と南口にそれぞれ駅前広場、ロータリーがある。北口ロータリーは、狛江通りに、南口ロータリーは、世田谷通りに通ずる。また、高架下には、商業施設の小田急マルシェ狛江がある。2018年4月から、狛江交番の隣にある空き地は、 駅前広場としてイベントなどに開放されている。ダイソー小前店や軽分道書店小前店などが出店する。出店テナントの一覧、詳細情報は公式サイト、店舗一覧を参照。小田急バス、京王バス東の路線が駅前ロータリーに乗り入れる。南口より若干泉玉川駅よりの駅前ロータリーに乗り入れる。かつては、 以下の小田急バスの路線の他に不定期ながら、慶応各業の慶応バスが運転されていた。ありがとうございます。